れから1年思い知らせてやるぞ、サイヤ人。誤算だった。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクター・ゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。青年の名はトランクス。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして3年の月日が流れた。新たなる脅威。孫悟空、貴様は我々に勝つことはできない。スパイロボを使い、貴様の戦いを偵察していたのだ。なるほど。だがナメック星での戦いも失敗したんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。ほう、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだ。だが、わしは当然として19毛でも十分に倒せるレベルだ。あ、そう。じゃあその強さを早速見せてもらおうかな。どうしたんだあいつ。勝っているっていうのにかなり辛そうだ。お父さん病気なんだよ、心臓の。うわうわ、まずいぞ、エネルギーを。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。